皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。はい、今回もですね、やっていそうでまだやってなかった曲まだまだあります。ピノキオのあの曲、星に願いを、このウクレレを使いまして、このちっちゃいウクレレで簡単にやっちゃいましょう。これディズニーのね、名曲ですから、これしっとりとこう心込めて歌いたい曲ですね。皆さん親子でもやりましょう。はい、いつものように2バージョン。最初のバージョンはなるべく初心者さんにも簡単にできるようにゆっくりシンプルにした超簡単バージョンやって、後半はちょっとかっこいい、溜めて溜めてこうフィーリング重視のかっこいい版やろうと思います。最後までご覧になってください。さあ、ウクレレで大好きな曲、いつかは演奏してみたいあの曲を、弾き語りでやるのがいいんですよ。あのカラオケも楽しいですけどね、やっぱ演奏までこう感情表現に入れちゃうっていう、こう弾き語り、これね本当に楽しいですよ。でもね、私音楽無理なんです、私ね苦手でっていう、そこのあなた、ウクレレだったら大丈夫です。ウクレレ簡単なんですよ、簡単だけど奥も深いですよ。だからずっと続けられる相棒になりますからね、皆さんこれやってください。しかも今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけでどんどん弾けるんですよね。で、こちら YouTube じゃないですか、いつでもどこでもスマホでも見れるし、洗濯機を回している間のちょっとの時間でもできる、しかも無料で、これはやった方がいいですよ。皆さん楽しいウクレレでね、本当音楽ねやる方がいいですからね、聞くのも最高だけどやる方がもっと最高。そういうわけで、今からここにリンクを貼ります。このリンク先に行って、初心者レッスンはここというところをクリックしていただいて、数字の順番通りに動画を見て一緒にやるだけでできるようになります。さあ行きますよ、初心者レッスンここ行ってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこにはもうすでに700曲近い超簡単ウクレレレッスン動画がありとあらゆる音楽ジャンル、もう J-POP からもハワイアンから洋楽からもう演歌までありますから、絶対に好きな曲あると思いますよ。それと一緒にワイワイしてウクレレどんどん楽しんじゃいましょう。よろしくお願いします。では行きましょう、早速星に願いを。まずは超シンプル簡単バージョンからなんですけれども、今回は、ね、いつもね初心者バージョンって4つ弾きって言うじゃないですか、4つ弾き、今回は2つ弾きです。ワンブロックに2個弾きましょう、初心者バージョンは。ちょっとね見てもらえばわかるんですけど、ワンブロックに2回弾く、ゆっくりね、これ覚えておいてください。後半のかっこいいバージョンのやいつもの4回弾きっていうことにするんですけど、ここだけちょっといつもと違います、要注意ですよ。それではシンプル簡単バージョンの方からやってみます。1 2 3 4。輝く星シンプル簡単バージョンやってみました。聞いててどうでした？あのテンポをねすごくこうゆっくり伸ばしたり、まあ、引っ張って溜めたりとか、あんまりこうキチキチしてないのがこの曲の、私の受け取ったイメージだったんですけど、そのまああの
なんていうんですかね、結構だからこうフィーリングによるところが多い曲だなと思いました。で、ワンブロック2個弾き、2つ弾きですよ。これ結構なんていうかな、1個ずつ動くところが出てくるんで、忙しく感じるかもしれないんですけど、ゆったり気分でやると、大丈夫だと思います。で、これはですね、やっぱ、ノートに書くとね、自分の頭にスッと入りますんで、皆さんにも書いていただきたいんですけど、動画内のテロップを参考にしながら、またさらにこの私のノートを見せるんで、これをまあ真似して書いてください。で、いつもは、ピノキオいました、ピノキオが。はい。これピノキオの曲ですからね。で、この下にブルって囲ってるやつは、これ後半でやるかっこいいバージョンで説明するコード。今は上の段でやりました。じゃあ、メモってください。シンプルです。一応、構成はね、すごくシンプル。で、こういうとこ溜めたり伸ばしたりしながらやるのが結構コツかなと思います。で、さっきも言ったんですけど、今やったシンプルバージョン、このワンブロック2個引きですから、2個引き。でん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 。でん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 で、こういう風に弾きましたね。はい。じゃあ、ここ4行、まず1停止でメモってください。繰り返しですね、ここは。で、ここの、ヒートワンところ、ちょっとここがね、ポイントなんですけど、ヒートワン、誰も一人、ここの次、悲しい夜を、ここで、悲しい夜を、過ごして、てで F に行きたいんです。ここちょっと間延びしてるっていうか、ワンブロック分なんか溜める感じなんですよね。で、書くほどのことじゃないですけど、まあ伸ばすっていうふうにここに書いてあるんですけど、ここはちょっと雰囲気で掴み取ってください。はい、ここら辺がちょっと、で、あともう一回 A メロみたいな感じで戻って、最後盛り上がって終わる。で、ここ見てください。寂しい日々王の上に丸でチョロチョロチョロって書いてあるじゃないですか。ここも白丸書いてある。ここは裏声みたいな感じですごく急に上がるっていう私のメッセージなんですけど、まあこういうのを参考にしながら、歌の表現をつけていくというのがいいかなと思います。これ最後 C は伸ばしますってことです。はい。じゃあ、コードの解説いっちゃいましょう。C と G7、Am、F、Dm。このコード5つです。これ入門コード5つなんですけど、このグループ、これグループじゃない。このコードはですね、これはガズレリ必須コード、いつも出てくるガズレリ必須コードというグループの中のメンバーでございますんで、このガズレリ必須コードを覚えておいてください。必須ですからね。コードっていうのは星の数ほどあるんですけど、ガズレリと、今ご覧になっているガズレリとセッションしたいときは、このガズレリ必須コードという8個のコードのグループ、8個だけコードを覚えれば8割9割できます。その基本中の基本のコードを、ガズが以前めちゃくちゃわかりやすい動画をアップしてます。ここにリンク貼っておきます。ここで、コードを勉強してください。楽しく覚えましょう。はい。なんで今日はこの 5個のコードはさっきのそのリンクで勉強してもらうとしまして、で、今のは2つ引きで心込めてゆったりと溜めて溜めてやってみましたというバージョンです。はい。じゃあ、ここからかっこいいバージョンに入っていきます。かっこいいバージョンはですね、ちょっと原曲と雰囲気が変わるんですけど、いつものようにワンブロック4回で撮って、アルペジオで行ってみたいと思います。まあ、ここにも書いたんですけど、簡単バージョンはワンブロック2回、ワンブロック2回弾く簡単弾きで、かっこいいバージョンはアルペジオで行こうと思います。アルペジオ。アルペジオってどうやって弾くか、こうです。輝く星。こういう弾き方ね、これ分散和音って言うんですけど、これ。はい。この弾き方。結構ね、バラードに合うんですよ。はい。以前この弾き方を解説している私の動画。ここのリンク先行ってください。ここはですね、ウクレレでできるリズムのいろいろというホームページの一枚で、その中からアルペジオ探して練習してみてください。これはね、マスターしとくといいですよ。いろんな表情が出ますからね。これ、アルペジオ基本にやってみようと思うんですけど、それこそさっきも言ったんですけど、伸ばしたり、こう、溜めたりしてやるんで、その中でいろいろこう、たまにパーッと伸ばしたりとか、伸ばしたりとか、こう、いろいろ出てくると思います。こう親指を使ってダラーンと弾いたり、アルペジオの中でもいろいろ、表現力を高めていく。ちょっと動画の中で探ってみてください。あ、今伸ばしたな、ガズさん。今伸ばした。あ、今伸ばした。そういうチェックも、見ながら。でもこれが正解っていうんじゃないのがいいんですよ。その、アドリブ感なんですよね。ライブ感で。今入れたいなと思ったらやれよみたいな感じでいいと思うんですけど、それまあ、緩やかに考えてもらって、こう、歌が気持ちよくなるように、自分のテンションを上げるような感じでやるといいと思います。ですね、この B メロというか、ここの、人は誰も一人、悲しい夜、ここがですね、さっきやったシンプルバージョンとちょっと拍の感じを変えてみたいと思います。ここはこの、ノートだと、そのシンプルバージョンになってるんですけど、ここがちょっと倍取りの感じになると思うんですよね。その違いをちょっと、注目しておいてください。この B メロ。雰囲気ちょっと変えます。はい。あと、コードがね、こうちょっと見てください。さっきも言ったんですけど、A7 と B7。これ、ここら辺で、これちょっとコード増やすとかっこいいんで、これ解説しましょう。まず、A7 っていうコード。これは簡単ね。ここで1個だけです。ここ1個だけ。3弦のうちフレット。はい。次、
B7 ってコードなんです。これはちょっと厄介っちゃ厄介ですね。ここ見てください。B7。二つ矢印書いてある。どっちでもいいよ。どっちでも B7 っていうコードになります。こっちの方が私は簡単だと思うんで、初心者の人にはこっちをまあお勧めしてるんですけど、こっちもいいです。まずはじゃあこっちの方から。ですね。ここと、こことここです。一弦を弾かない。こうです。これもちょっとやっぱりね、ちょっと他のコードから移るときに移りづらいんですけど、まあ、これまず1個目の B7、指立ててくださいね。もう1個の B7、こっちがね、まあ、いずれ覚えたい、覚え方なんですけど、これね、どうやって押さえるんだよって思うじゃないですか。2フレット全部人差し指で押さえちゃうんですよ。まあ、やってみます。こういうふうに押さえといて、ここちょいと立てるんです。3弦の3フレット。はい。そうすると、はい。で、この、一本指で全部押さえるのバレエとか制覇とかいいんですけど、これが結構初心者さん難しいんですよ。じゃあここ、ワンポイントです。ここで押さえるんですけど、ここに節があるでしょ？ここに弦が入ると押さえられないんで、ちょっとこっちの面を使うと私はいいかなと思うんですけど、まあこういうイメージじゃないですか。だけどこうなんですよ。ちょっとこういうイメージ。今大げさにやってますけど。そうすると真っ平らに当たるというのが一個。で、さらに親指って押し合ってこうギュッと押し合うわけですね、ここで。しかもですね、ここ、テコの原理を使って、こっちに引き込むイメージも、こういうイメージでね。で、ちょいと立てて、体をどっちかに入れてみたり、いろいろ角度変えてみたりするといいと思うんですけど、まあ、角度変えちゃうと、この角度がずれるんで、まっすぐです。で、ここ伸びてるのがポイント。ここ曲がってる人はもう絶対抑えられないですよ。まっすぐにしないと抑えられない。はい。これが、制覇バレーっていうところで使う B7。ちょっとチャレンジしてみてください。まあもちろんこっちでもいいですよ。さっきのって簡単。まあどっちが簡単か人それぞれだと思うんですけど、このコードを使います。そしてアルペジオでやって、溜めて、フィーリング込めて、心を込めて、星に願いをという、その気持ちを歌に乗せてるわけですから。そういうのが楽しいんです。じゃあ星に願いを、ピノキオのあのかっこいい曲、かっこいいバージョン、やってみる。1、2、3、4。自分なりのこう、なんていうかな、入りどころでやる。この感じがいいと思いますね。はい。きっちりじゃなくて、こう、すごくこう、フィーリングに乗らない、そっち重視って感じでした。はい。で、途中の、ここちょっと雰囲気を変えたい感じでしたね。シンプル簡単バージョンの時とはちょっと拍の取り方が違うっていうイメージなんですけど、テロップでちょっとその違いを見てもらいたいんですけど、今やった感じだと、ヒート1と、どこだっけな。ヒート、ここだな。ここでワンブロックって感じですね。F、G7、CC。で、ここのイメージの捉え方はちょっと変わります。ということで、ここ要注意です。はい。そんなこんなでですね、この名曲、みんなで歌いましょう。ありがとうございました。はい、ドン、ガズレレホームページ、はい、ホームページをいろいろ見てください。ここにも、最新情報、ホームページのリンク貼っておきますので、見てくださいね。はい、12月、沖縄行きますよ、沖縄。
沖縄、那覇と宮古島。皆さんウクレレ持ってビーチに集合ですよ。ビーチ、あ、ビーチでやるわけじゃないんですけど、なんかやっぱ沖縄の海とウクレレ絶対似合うやつですから、どうですか、今から皆さん飛行機乗ってきませんか。もうすぐですけどワイワイやりましょう。ウクレレ持ってきてみんなで歌おう。ありがとうございます。来年もイベント決まりかけてます。はい、決まりかけてますというかバッチリ決まってます。1月19大阪、1月20日名古屋も決まりました。はあ、これは楽しみです。まだまだどんどん行くぜ。年末年始楽しくやりましょう。あ、それ CD 出してんだ。 CD の宣伝、これこれこれ、この CD、ガズの CD、レッツゴー最高、9曲のオリジナルソング、みんな覚えてください。この CD でもうあの CD の曲全部 YouTube に大公開してますから、レッスン動画も含めて、ここにそのリンク貼っとくんで、一緒にできるように練習してください。皆さんお願いします。それ来年からはそのツアーにしようと思ってますからね、お願いしますね。レッツゴー最高でした。はい、本も出してます。はい、こっちはシフトモから出てる、ガズのいいこと言ってる本、いきなりウクレレ、いい本です。生き方の本。はい、こっちはリットミュージックから出てるウクレレ教則本、初心者向けです。はい、こっちはいつもおなじみガズレレ歌本シリーズボリューム5、来年リリースですよ。はい、盛りだくさんです。音楽で楽しい、いつも楽しいんです、音楽があると。そういう人生しましょう。ありがとうございました。さよなら、バイバイ、またね、じゃあ。